こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日のアクセサリーの時間です。はい。今日はお願いします、はい。よろしくお願いします。今日はね、機能系ケース。機能系ケース。機能。そうそうそう。重視系のケースを持ってまいりました。こちら、カードフィックスというケースです。なんかこの形すげえ見たことある。見覚えある、うん、そう、見覚えあると思います。前に村井さんが使ってた、こう、ちょっとそこが丸くカーブしてこうスコッてスライドではめ込むケース、覚えてる？なんか後ろ丸くて、そう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 、 iPhone 挿すだけでいけるってやつか。そう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 、地味にあの IC カード入れるやつ。あ、そうそうそう、ね、その新型なんですこれ。あ、形変わったんや。そうなんです、丸くなくなったんや。そう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 、前のはもっとここにね iPhone とケースの間に隙間ができる感じだったんですけど、向こう側が見えたもん、そうだから今回はこんな感じ、もうねピタッとフィット、ピタッとフィットになっています。そしてカード入れる、その代わりそうくぼみができる、くぼみができました。なるほど。中から見るとね、こんな感じです。背面の厚みが5ミリぐらいしかないんですけど、その中に絶妙な深さのくぼみを作ることで、うん、IC カードがね1枚ぴったり入るようになってます。ちょうどねこれ今入ってるんですけど、うん、振っても落ちない。スライドする、大丈夫大丈夫。あ、なるほど、こっちに入ってるから。そう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 、でピタッと iPhone で蓋しちゃうから絶対落ちない。磁気干渉防止してはいるんだよね。います。でも大丈夫、付属です。あ、ついてる、セットになってます。さすがにここまでねピタッと密着しちゃうと、あの干渉しちゃう可能性があるので、きちんと iPhone と IC カードの間に磁気干渉防止シートを挟んで使ってあげてください、うん、バラで買うとね200円ぐらいする。高いと1000円ぐらいするので、ね、ついてるだけで結構お得なんですよね、うん。そしていくらこれ？これがですね、ついて4200円、4212円、普通のケースの値段や。うん、 iPhone 6 Plus 用しかないんですよ、珍しいことに。で、 iPhone 6 Plus 用のケースで磁気干渉防止シートついて4212円なので、うん、結構ね、お買い得。確かに、iPhone 6はないんだ。 iPhone 6はないんですよ、ちょっとね、なんか珍しいんだよね。確かに、だいたい iPhone 6があって iPhone 6 Plus がないっていうパターンは多いんですけど、うん、その逆バージョン。へー、側面もすごい薄くて、うん、このね、この丸みが見えるかな、ここか、ここの丸みが本当に iPhone にぴったりフィットするようになってるので、うん、厚みはね全然感じないと思う、うん、かつ滑りにくくなる。あと見た目的にこのボコっていうのがすごい結構わかると思うんだけど、持ってるとそんなわかんない、うん、全然わからないよね。でこのカメラ周りなんかも絶妙な高さで、なるほど、ギリギリのギリギリケースの方が分厚いって感じで守ってくれるので、うん、あ、なるほど、そういうことか。これちょっとねカメラレンズ守るリングついてるから高さが出ちゃってるんですけど、うん、しっかりと守ってくれる。なるほど。あとね振ってみて、 iPhone 側持って振ってみて、全然ずれないと思う、うん、もうねあの普通に持ってる時点でずれる気がしてない、うん、ぴったりフィットです。でもパッと見ちょっと不安じゃない、なんか隙間もあるし上下塞いでないしって感じで。あ、でも前のやつは割と、うん、あの簡単にっていうか、うん、もうちょっとあの柔らかい力でスッていけたけど、これ結構しっかり密着してるから、うん、外すときはしっかりグッて押さないとね、うん、外してあげてください、うん。これですね、あのフレーム部分に形状記憶合金を使っていて、うん、で iPhone の形にグッと馴染むようになっているので、うん、このフィット感が生まれているんですね。いいよねこれ、見た目もシンプルで、うん、色は黒とこのブラウンと、うん、あとねピンクもあるんです。あ、ピンクかわいい、かわいいよね。女性なんかは色綺麗なんで、うん、このくらいシンプルでも全然華やかな印象になると思います、うんね、この PU レザーってことはコーヒー、そうですね、うんうん、なんで水とか汗とかに強いタイプになっています。通勤にも、うん、スーツにも合うんで通勤にもいいし、ね、でもちろんシンプルながら機能的なんで通学にもおすすめ、まあ、あのピで買い物することが多い人とか、あ、これ楽ちんだよ、ステーキをねピピッと手軽にやりたいっていう人なんかにおすすめの IC カード対応 PU レザーケース、カードフィックス、 iPhone 6 Plus 用しかありませんというちょっと珍しいモデルになっています。手軽にお財布携帯っぽく使いたいという人におすすめなケースですので、ぜひチェックしてみてください。で、細かいあの装着方法とかね、
あの生地のレザーの感じとか、そういうのはですねレビューの方で紹介してますので、ぜひ概要欄からレビューをチェックしてみてください。でレビューを見た後はぜひコメント欄でコメントを残していってください。毎日1名様に素敵なプレゼントが当たります。でコメントを残した後は毎日17時から18時までアップバンクストア医師で行っているタイムセールを覗いていってください。そしてこのカードフックス、動画が公開されたその日の夜にはアップバンクストア新宿の2階で試せます。現物置いてますので、触り心地とかね、このフィット感とか、ぜひストアに足を運べるという人は実物をですね見に行ってみてください。今日は磁気干渉防止シートもついて、 iPhone のお財布携帯みたいに使える便利なケース、IC カード対応 PU レザーケースカードフィックスでした。でした。また明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ、今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。